はいどうもカ長ですじゃあ、こちら最後はね、えー、と人志松本さんの件の話ですかね、えー、とまあなんか東京本部に、吉本興業の東京本部に、この松本さんが現れたとか、でまあ関係者が言うには、両者の信頼関係が続いているっていう話だったりとかね、ただまあなんかこの信じて待ってる浜田さんのためにもって、この松本さんのこの会見を後輩が待望も、あやはりできない、まあ、裏事情があるみたいな。 この人もなんかちょいちょいこの件に、ね、こんなんか絡んできますけど、この高松菜奈々さんっていう方ね、えー、YouTube とかえ、芸人さんですよね。うん、またなんか言うだけみたいな人が、こ,れこ,れこの人もなんか1人追加にカウントされてんの、えー、芸能界にある性加害を告発、学園打ち上げで何度か見ましたあ、私自身性被害に遭ったこともありますって言ってるんですけど、また言うだけでその時には何もしない側なんだ。 この人、元 NHK 職員なんでしたっけね、うん。こういうのなんかもう、この後もね、ずっとなんかこの続くんだろうね。うん。えーと、あー性加害横行する芸人のみ会の実態。ね、何度も見ました。ね、あの、ジャニーの時も何度も見ましたってみんな言ってましたね。うん。で <laughs> で、私自身、性被害にあった。ね。で、その時になんだろう。 警察に駆け込んだりとかしなかったのかな、えー、元 NHK 職員でお笑いジャーナリストとして活動する芸人高松菜奈さんが、えー、8日までに X 更新性加害が横行する芸能界の実態について綴ったとまあこの中で芸能界丸ごと一掃するとかっていうところまで持っていけるんだったら大したもんですよねうんそれだったらそれはそれで応援しますけどうんでもそういうわけじゃないんでしょこれ えー、高松さんが高校生の頃お笑い芸人になった私は芸能界にある性加害に驚きましたと書き出し、学園打ち上げで女性の先輩が胸も、えー、まれている光景を何度も見ました。私自身性被害に遭ったこともありますと告白ですが私自身は行ったら面倒なやつだと思われると思い、自分の夢を人質にされ、そこなんで人、なんか被害者面なんですかね。ねそれでもね、ダメだったらダメ、ね。犯罪は犯罪。ね、いけないんだったらそれ、 それとね、天秤にかけて、ね、仕事、売れる方を取ったんじゃないの、ね、それが気に食わねえってんだったら、ね、そこはとりあえずこらえて、ね、自分がのし上がって、ね、その状況を変えるっていう方向に行くってんだったら分かりますけどね、後になって私もひでえ目に会ったんですっていう、それだけじゃ、なんだおめえっていう、ただの嘘つき、不届き女とあんま変わんないですよね。うん で、えー、自分の夢を人質にされだっていう。こういうとこだよな、被害者ヅラっていうのはな。で、そのような被害に対して声を上げることができず、他の人の被害にも見て見ぬふりをしてしまいましたと、次回し、このような遅れた芸能界を変えられなかったこと、声を上げなかったことを後悔し、後悔してるんだ。えー、これから芸能界を目指す子供たちのためにも変えていきたいと思っていますと。へー で、えー、ハッシュタグ芸能人を守る法律を作ろうと呼びかける署名活動を始めたことを告知したと。で、高松さんは1 9年1月ブログで、えー、ダウンタウン松本人志がテレビ番組で、タレント指原さんにセクハラ発言して批判された騒動に言及する中で、芸人になってすぐ、えー、セクハラの多さに驚いた。芸歴20年ぐらいの先輩が、えー、芸歴3年目の女芸人の、えー、胸を揉んでいた。挨拶代わりにお酒の席、カラオケでたくさん見た。 ととていたとまた見ただけ、話しただけみたいな。それでどうにかなるんですかね何何を。何をどうしたいんですかね。ねこの言うだけの人、ね、次から次へと出てきますけどね。うん ね、なんかその夢を人質に取られなんて被害者面で言ってましたけど、ね、なんで警察に行ったり弁護士に相談しなかったのかとっ,ったら、ね、そうすると、ね、自分の,このなんか不利益だかそうしない方が自分に有利だと、ね、判断したわけでしょその、ね、自分の欲、ね、出世欲とか,なんかこう名声とか有名になりたいとか売れたいとかっていう方を取ったわけでしょ自分の意思で、うん。そこから被害者面 は違うと思いますけどねただもう本当ねさっきあの伊藤さんのところでも言いましたけどもね金あとこの台本これさえあればねもうないことないことてんこ盛りで人一人沈めることなんてもう簡単な世の中になっちゃったんですよねうんまあ実際なんかこの業界で仕事している人たち、ね、例えばなこの女性のこの芸人たちが、ね、女性の芸人たちがっていうふうにこの人も言ってますけども ね、なんか言いにくい空気感があるんですよとかでも今更言うレベルでもないなみたいなそれぐらいだったらさ、ね、昭和の頃まで遡れば、ね、一般の社会でもあったと思うんですよね一般企業でも今だったらもう思いっきりブラックとかこのコンプライアンスで、ね、袋叩きに合うようなしかしまあね次から次へと何度も見ました私自身性被害に遭った その時に言えよって、ね、売名だろ、うん、だからそのうちあれだね、このキャバ嬢たりからの告発とかもありそうですよね。つかこれ何年前まで遡ってね、ほにゃららされましたってね、どこまで出てくるんだろうな。うんね、で、告発者も,なんかもう具体的なこと、よう言わんくなりましたよね。ね性被害だ、ね。性被害だって、じゃあどこからどこまでのことを言ってるんですかって。 うん、だから結局、その辺が曖昧だからこそなんかこの訴え出てくるってことしないんだろうしね、うん、警察に突き出すとかさ弁護士交えて今度は法廷で会うわよっていう方向に行かないでこの週刊誌に、ね、こ,のなんかこの金と引き換えにネタ提供してみたいな、まあ、この人はなんか違うみたいですけどね。うん まあ、どうにこの人志松本さんの件、まあ、伊藤さんもそうなのかもしれないけど、何かしらこの告発者、ね、自称性被害、ね、被害に遭ったっていう自称被害者のこの告発、ねうん、僕はもう不届き上司と見てますけども、ね、簡単に言うとあれですよね、その時は受け入れて、ね、相手有名人だし、ね、スポーツ選手だったり芸能人だったり芸人さんだったり、何、ね、かしらこの、ね、力があって、ね、この権力を行使する立場にあって、 それは会社の,なんかこのトップに近いところにいる、ね。そういうのももしかしたら含まれるかもしれないよね。うん、ねだから、あわよくばっていう、ね、なんか打算っていうか、ね、計算、要はそろばんが弾いて、その時は受け入れて、やることをやっておいて、ねで、しばらく後に経って、ね、自分の思い通りにならなかった。要はこの例えば自分が本命に、ね、ならなかった。選ばれなかった。遊びだった。ね、乗り換えられた。 だからってやっぱあの時のはね、えー、同意したわけじゃない。乱暴された性暴力だ、うん。ぶっちゃけ都合良すぎんだろ、そんなもん。って思いますけど。うん、簡単に言うと、どいつもこいつもそういうパターンなわけでしょ。うん。ねどこが性被害なんだって思いますけど。うん。あと、なんか最初の頃からもうセカンドレープ、セカンドレープ言ってた人、ねえ、うん。 まあ改めてですけど、例えば SNS でね多,分多数にそのセカンドレイプとやらさらされるのを覚悟している割にはじゃあ被害者減らすため、うちうちにねその時にそのタイミングで警察に行かないのはじゃあなんでなんだよとかね。もう突っ込みどころいくらでもあるよね,うんねだって見てたんだったらもして被害に遭ったんだったらその相手の芸人もわかるわけですよね。せよ、よ。吊るし上げろよ 本気で業界変える気だったらさ。って思いますけど、まあやっぱり言うだけなんじゃないですか。うん、はい、以上です。